はい、今回は何をすると思いますか？たこ焼き作る。はい。じゃあ、作ったことあるんですか？たこ焼きですか？ありますよ。覚えてますか？もううろ覚えですよ。だけど大丈夫、料理っていうものはお腹下さなければ大丈夫かな。ちなみにうちの家族は全員たこ焼きでお腹下したことあります。じゃあ、やめようか、やめようか。作りましょうね。はい、まず粉です。え、あいつらは寝てますよ。この間にめちゃくちゃ作って食べさせるっていうやつ。あ、そう、それは言ってなかったわ。だよね、言ってないからさ、うちらがただ二人で急に始めて、めっちゃいいやつらじゃん。そう、急に始めてただ料理するだけみたいになるから。なんで買ってきたと思いますか？いや、無理だろ。だから言うたら2人を今まだ寝てるんですよ。4人で泊まってて、だから関西人のあの2人ならば。だからジェシカなんてさ、無限説とか言ってたから。無限説って2人ともやっぱ胃袋がね、大きめということでね、めっちゃ作ってやろうってことでしょ。そう、朝食を大量に作ってやろう、で、なんだったらどれくらい食えるのかも一緒に検証しちゃおうってことね。私たちは食べずに、食べないです。あの子たちに、うん、食わせますよ。まあ最初の方は嬉しいだろうけど、徐々にきつくなってくると思いますから。で、今日は普通のたこ焼きだけじゃなくて、チーズとかさ、ウインナーとかちょっと特殊っぽいやつも味変みたいな感じで買ってきましたから。そうですか。そうですか。これから作るんだよね、一緒に。え、アシスタントみたいな立ち位置に言うつもりなんだけど。違う違う違う、3分クッキングじゃないんだよ。そうですか。そうですか。では作っていきましょう。めちゃくちゃダメなアシスタントやん。しかもたこ焼きね、私も作ってたけど、うん、学生以来ボウルにたこ焼きの粉、うん、卵、水を入れ混ぜ合わせて生地を作ります。これさ、計量した方がいいよね。水 800cc。 はい、計量カップ買ってないから適当に目で計量して。目で計量なんかできるか、うん、え、ないのここ計。あ、じゃあさ、おい、ルネサンスでしか使わんやつ。これで計量しろって言いました、あいつ。目分量で、計量カップないのでこれ4カップ分入れます。 250g。 計量待ちでないじゃん。これ何グラムか見ればいいんじゃないの。どうしよう、4万個分作れちゃうらしい。大丈夫なやつ。ありそうでなさそうな時ってあるよね。絶対水多いですよ。絶対違う、絶対違う。多い、おい、水浸しだよ、そんな。大内さんはタコを切ってほしいです。これ切ります。一口サイズに。たこ焼きの作り方、水 100cc だって。 100cc とかわかんないよね。で、私たち計量カップがね、どうしても探してもないので、はい、こちらの空のペットボトルをですね、 500ml ぐらいだと思うので、これ1本で、うん、じゃあこれパンパン1つとちょっとぐらいっていう分量だと思います。800も入れるのね。 800cc って何？ミリリットルにすると。え、うちらどっちも頭弱いからさ、 cc とミリリットル何が違うのかわからないんだけど。マジで任せて、粉は。みんなちょっと今心ざわついてるんで、任せてほしいか。任せてほしい。私は多分できるので。はい、皆さん心配だと思うんですけど、その間に私はこれを一口サイズに切ってます。はい。結局お前それ使うんかい。安心してください。絶対卵の方を先に入れた方がいいって書いてあったよ。これはトロハー流アレンジだな。お前マジじゃん。あの、これビデオメッセージだと思ってください。これでお腹壊したらもう母のせいですから。他の二人の方お願いします。え、でも絶対ね、良くなるよ。少なかったら足せばいいんだから。絶対少ない粉。ほら見て、パンケーキみたいだ。シャバシャバの方がいいって聞くので水足してもいいと思います。あ、そうなんですか。そうです。え、たこ焼きさ、普段食べる？3ヶ月に1回ぐらい食べます。あ、結構食べれた。あ、でもさ、見て、いい感じじゃない？あ、でも大丈夫だと思う、それ。はい、これを見た皆さん、大内も大丈夫だと思うって言ったんで、私だけの責任じゃなくなりました。あ、やめてくださいね、あなたが作ってるので。共同作業だもんね。たこが切れました。あ、あとウィンナーかな。ウィンナー切りますか。はい、次はウィンナー切ります。イエーイ。でねーん、完成しました。生地が、普通のウィンナーと激辛ウィンナーも切り終わりました。イエーイ。カニカマとお豆腐も切りました。材料はすべて切り終わったので、テーブルの方でたこ焼きを作っていきたいと思います。ゼロブリー。はい、はい、ということで材料がすべて完成いたしました。お豆腐、カニカマ、タコ、普通のソーセージ、激辛ソーセージ、納豆、キムチ、キムチ、ネギ、チーズ、イカ明太ですね、そちら。そして桃母が食べれない唯一のチョコレートもございます。見えてるかな、チョコレートも今あるんですけど、数的にはいっぱい食べれるって言ってるんで。そうですよ。これを6回焼きたいんですよ、うん、つまり108個ですね。そうです、108個作っていきたいと思います、はい、最初は普通の18個作ろう。まあ、そこから徐々にアレンジを加えたレシピとかいろいろとやっていきたいと思います、はい、
うん、あ、レッツゴーする、うん、まだた、はい、せーの、うん、あ、レッツゴー。では、焼いていきたいと思います。たこ焼きとかいつぶりに作るんだろうな。え、うちマジで久しぶりなんだけど、たこ焼き作るの。私も学生の時はみんなよくタコパとかしてさ、うん、好きだったタコパ、みんなで作ってたりとかいっぱいしたけど。お願いします。入れます。ネギ、こちらの刻みネギとタコですね。最初はオーソドックスのやつを作り、うん、作る感じでやっていきたいと思います。あ、入れ出した。ぽい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 。天かす天かす。あ、じゃあ、え、そんな、え、手でやった方がいいだろう。あ、違う違う、ももちゃん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 。絶対おかしいもん、絶対に。何この子。やだ、私怖い。で、これができたらいっぱいいっぱいに入れるんだって。お、やってくれる？入れさせていただきます。いいじゃん、いいじゃん。お、いいぞ、うまいぞ。パンパンに入れていいんですね。いいよ、パンパンに。うまいね、あなた。よし、ひっくり返すやつ。どうぞ。ありがとうございます。あ、もういいんじゃないですか。ちょっとひっくり返します。いきます。まだ、まだかも。続いたらまだわかる、ね、まだのやつかも、うん、なんかうちも見た瞬間、あれ、これただほじくってるだけだなって思った。お腹すいてきたね。あ、いきますよ、ももはさん。お、これうちら後半めちゃくちゃうまくなってる人さ、うん、からね。確かに美味しそうじゃない。めっちゃ美味しそう、ね、普通に美味しそうじゃない。めっちゃ食べたいかも。めっちゃ食べたいよ。よし、お、1個目完成しました。完成しました。これいいんじゃない。いいな、起きてすぐ食べれるもんな。そう、あとでね、ソースとかかけるので一旦。これさ、さっきはプレーンだったんですけど、エビ入りの方入れます。はい。もうなくなりそう。では、待ちます。普通に見てたらお腹空くんだけど。この作業あと6回するんですよ。うん、やば。何アレンジしようかね、どんな感じで。本当にそう。キムチはまだ想像できるじゃん。キムチはね、納豆キムチ絶対美味しくない。絶対美味しい。みんなも食べたくなってるでしょ、これ見て。食べたいよね。そう、絶対にね、この中の一人では、なんか友達にタコパしようって今誘いの LINE 送った人いると思う。もうめっちゃ上手くなったもん。上手くなってる。ででーん、できました。36個のノーマルたこ焼き完成しました。完成。じゃあ生地がないので、2人でちょっと生地を一瞬作っていきたいと思います。ちょっと待っててね。激辛ウインナー、塩辛、イカ明太を中に融合させた、ただただ辛いってやつ。はい、ちょっと心配なので。そう、味が分かんないじゃん、これに関しては。なのでちょっと味見していただきたい。結構ね、ドロドロなのこれ、マジで。そうなのよ、マジでドロドロ。失敗してそうなやつを食べます、うん、これ辛そうだな、割と。いや、辛そうなんだよ、味見で。いただきますよ。熱くない？熱いよね。え、当たり前じゃん。え、びっくり。味見どころじゃないじゃん、口の中やけどしてるじゃん、その熱さ。うん、美味しい。辛くて美味しい。食べてみて。いただきます。うん、まっ。うまくない？普通にピリ辛って感じかも、うん。てれん、これも激辛のやつが出てました。え、うまい。これ次、納豆キムチチーズを作ります。え、絶対美味しいじゃん。美味しいだろ。セシルはチーズが苦手なので、半分入れて半分入れないようにします。納豆キムチでも美味しそうだし、うん、チーズ入ってても美味しいと思う。 OK。 まあこの後はチョコだからね、完成をお楽しみにということで、うん。ということで完成しました。完成いたしました。では紹介いたします。こちらが普通のたこ焼きでございます。はい、ノーマルタイプですね。ノーマルタイプですね、うん。で、こちらが和風ですね。はい、カニカマとか豆腐が入ってます。で、こちらがですね、激辛ソーセージとイカ明太。こっから半分のこっちが納豆とキムチとチーズが入ってます。はい、こちらはチーズなしの方ですね。セシルがチーズ食べれないんで、はい。で、こちらはですね、はい、
普通に見えますが中身はチョコレートっていうようなちょっと気持ち悪い感じになってるんですけど、はい、何も言わずに普通のものだと思って食べさせます、はい、以上のラインナップとなっております。これを作るのに私たちは2時間半かかりました、はい、時間も押してるとなので今から起こしていくんですけどこれを30分で食べてもらう、はい、時間制限付きになりました。私たちが頑張って作ったんで、頑張って作りましたから30分で食べてくれなんてね、はい、じゃあ起こしに行きましょう。起こします。セシー起こしてこのヘアバンドをつけさせたいと思います。セシル朝です。起きてください。起きましょう。暑い暑い。今から大食いしてもらいますから。はい、目ん玉取れちゃうよ。はい、起きてください。なんかすごいあれだね、匂いが。よし、匂いがすごいのね。はい、はい、じゃあセシルさん起こしたので次はジェシカさんを起こしに行きたいと思います。これジェシカですね。頭隠してシール隠さず。でかすごい寝方してる。これ どこかジェシカお願いします。ジェシカ、恥ずい、恥ずかしい。起きてください。朝役カメラです。ということは大食いの時間ですよ。起きてください。変身、あ、ちょっと目が担当変えてください。ほら行くよ、ご飯は食べるよ。よっしゃ、ご飯お腹すいた、はい、あなたの大好きなものを作りましたから。そう、私たち。おはようございます。じゃあ食卓の方に。熱っ。じゃあ2人とも来てください。どうぞ。あー、たこ焼き。そうです、朝から作りました。すごい。君たちがすやすや寝てる間に、はい、作りました。私たち、すごい。あの本来は、はい、1時間ちょっとで作るはずだったんですけど、はい、うん、なんせこれ100個あるんですね、はい、ちょっと作るのに手間取って2時間半かかったので30分で食べてください。今から30分ですから、うん、食べる拒否とかもできんで本来。てかさ、ごめんやけどさ、うちたこ焼き屋もすごく食えんで。何言うの。まあ、たくさん食べてください。うち無限節やから、たこ焼き。でもまだ生地も余ってるって。本当に余裕あるね。じゃあどうぞ。たこ焼きを朝から作ってくれて、おうちと桃母に感謝をしていただきますの終わったら愛をどうぞ。いただきます。これ関西で、あの生まれてから絶対やらされる、うん、あれなんです。ありがとう。いただきます。どうぞ。今絶好調、すぐ食べる人はあった。お腹空いて死ぬかも。すごい。確かに朝から食べるタイプじゃない。どう、おいしい。よかった。結構すごいペースで食べてんの。早いね。飲み物かのように。ごジェシカが全部食べちゃう説あるから。全然セシルが手出さ。セシルさんも食べてください。全然いいですよ、いけると。むっちゃあ止まらんな。でもな、いただきます。どうぞ。うまい。すごいね。うまい。ちょっとたこ焼きだ。上手だ。やった関西人うるさいけどね。うん、これじゃあこっち違うお皿いってみようかしら。ん、どうした？もう一個言ったらわかんじゃない？関西人はたこ焼きにうるさいですよ。うん、ね、うるさいって言うからね。嬉しい、たくさん食べてくれて。どんどん食べて。どうした？どうした？朝だから味覚が。どうしたどうした？あれなのか。たこ焼きだよ。あ、甘い。あれ？でも違うかも。違うか。違う。他のもう一個食べたらわかんじゃない？全然もう一個いらんねんな。ちょっとこっち行っていい？うん。そっち走って進むな。うん。その流れで行っちゃったよ。ポンポンって。さっき、そうそうそう。ちょっといっぱいお寿司作ってた。あ、もうどうもりの表情感覚や。何？チョコ？パイの実？え、何これ？パイの実？チョコを入れたらパイの実になっちゃったっていう見た目してるので。これパイの実？見た目パイの実やもん。最初はいけんねん。ん？ほら。ほら。時間差で来るんだ。せーので、なんだか当ててみてください。うん、せーの、チョコ。正解。悪くはないです。おお。でも別に食べません。あ、いや、でもダメですよ。全部食べてください。30分でね、25分でね、25分でね。あ、え、これ何？え、怖い。ポン酢かけあほうがいいやつ。うん、待って、これ何？なんかおばあちゃんのほっぺたみたいな味。おばあちゃんのほっぺた食ったことあるんだよ。
朝夜いつもおばあちゃんにおやすみってチューするからさ、そのおばあちゃんそのおばあちゃんのほっぺた持ってきてくれたん、もしかして寂しいかなと思って寂しいかなと思って持ってくるか、おばあちゃんのほっぺたみたいな持ってこれるか、外してない、え、これ具なしじゃないの、これ割と具入ってるよね、それ割と具入ってるらしいです、え、うん、なんか、うん、だっておかしいよ、トロトロしてる、おばあちゃんのほっぺた、これちょっと当ててほしい、何が入ってる、え、そんな感じ、わかった、何、カニだ、カマ、おー、正解です、それが一つ、あと何だと思う、多分そのほっぺたの原因を作ってるやつ、あ、そうだね、まだあんの、愛、愛、うちに対する愛、あ、違います、おばあちゃんのほっぺたは愛に関しては全部に、もうこいつ乗ってやったのに、こいつ乗ってやったのに、おもろ乗ってや乗ってやったのに、カニカマと、うん、あ、見えちゃう、あ、見えちゃった、あ、ほんとだ、おばあちゃんの元や、おばあちゃんの元なんそれは、厚揚げ、豆腐、豆腐、豆腐です、あ、いや、やか、みずみずしいんだ、そう、でも、悪くないよ、え、これ食べたっけ、これ食べてんの、食べてほしい、どっちからでもいいけど、あ、これはあのセシルは食べられない、セシルは食べれない、チーズ入ってるから、こっちがチーズ、これ食べていい、うんうん、これチーズじゃなかった、そう、ウインナー、おぉウインナー、あ、辛い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 、喉が、喉がもう辛い、なあ、辛い、あ、捕まえた、お前犯人逃げる気ないやん、あ、やば、今日後半これ捕まえた、え、どう、セシルは辛い、いや、え、ジェシカは辛い、マヨネーズかけたらじゃん、マヨネーズかけて、うん、そしたらいける、うん、あ、マイルドになった、辛い辛い、奥にいる、あ、辛い、あんた辛くないのこれ、あー、水当ててください、 なんだか何が入ってきても右の奥だけ辛い、え、これさ、水、あ、やめて、おばあちゃんのほっぺた、ちょっとうちこれで辛さマシにせなあかんのに、ね、おばあちゃんのほっぺたっていうタイトルにしないです、おばあちゃんのほっぺた、これウインナー、キムチ、デスソース、これ当たったら相当すごい、え、ホタテ、違う、ちゃんと辛いやん、違う、だからセシルでダメだったのに自分でいけなくないんだから、しかも初めましてみたいな反応で毎回言うの、だからじゃあ私の部分をカットしようとしている、だからもう時間が過ぎてますから、怖いな、その時間もなんなん、そのでも最初に言いましたよね、ジェシカさん、そんなん一瞬ですよ、すぐ食べられちゃうんですよって言いましたよね、うちたこ焼き山ほど食えんで足りひんで、まあ、ちゃんと食べてください、うち無限説やから、たこ焼きでもまだ生地も余ってるんで、本当に余裕やで、でも辛いのはもちろん、でもなんか意味わからん、え、でもたこ焼きだもん、たこ入ってる、たこ焼きだよ、こわこいつこう目バキバキやん何やろ、イカ、スルメイカ、あー、めっちゃ近い、イカ、塩辛、あ、近い近い、イカ何、近い、たこわさ、イカ何何、でもたこわさ系統めちゃくちゃ、イカわさび、イカわなび、イカワナビーって何なんかアイワナビーみたいなめちゃくちゃ嫌なんだけど、え、イカマヨネーズ、イカフンフン、イカ明太、正解、え、イカ明太、こんな辛いと、イケメン、イケメン太入れといてもらえる、それはそれだけは入れといてもらえる、イケメンだけは、イカ明太と、うん、あと最初にジェシカなんて言いました、これ食べた時にウインナー、はい、そのウインナーが激辛ウインナーでございます。あ、ようやくだ。チョリソー？激辛ってこと。だって辛いもん。でも思ってる以上に減ってることにびっくりしてない。これも違うの？私これ好きです。うん、絶対好きだと思う。納豆、キムチだ。セシルと分かれてるってこと。チーズ。正解。あー、うん。これ大好き私。あ、待って、たこ焼き無限説やわ、やっぱり。一個も入ってない、お腹にまだ。全然食べる。誰が食べたの？お腹空いてないの？食べよう、うん、じゃあおうち食べたい、いやいやいや知ってんねん、食べたくても食べませんよ、じゃあカメラ止まりました、カメラ止まりました、いった、はい、カメラスタート、カメラスタート、あれ、大内さん、なんか口もぐもぐしてませんでした、ん、でもまさかタコチャレンジ邪魔したりしないよね、え、でもあれやもんな、カメラ止まってたから誰も見てないもん、誰も見てない、そっかそっか、うまい、うまい、おい、参加してるやないかい、食べた、おぉ、じゃあ食べる、そんな食べたいから、でもいいって、いいよ、あ、カメラ止まってる、カメラ止まってる、カメラ止まってる、止まった、うん、止まった、あ、そう、あ、こいつ迷いも何もない躊躇も何もない、おうちの方がまだマシ、カメラスタート、ほら、みんな早く食べないと、いや、もう無理やで、無理やぐらい、口
ち動いてんのよ、めっちゃ動いて持てんのよ。時間あと7分ですからね。もしピピってなる前に食べきれなかったらジェシカさん失敗ってことになっちゃいますよ。だってジェシカさんがそもそもそうだし、たこ焼きだったらいくらでも食べれるっていう発言から生まれた企画なんです。あ、時間制限とか言うてないよね。はい、でも私たちが儲けたんで、あ、それに負けたら儲けです。何ですかそれは、はい、何なんですか。食べてください。もうね、時間ないですから。時間、それは琉球の流れ。ダラララだって考えてみて。ダラララダオラジュラシックパーク始めたん誰。食べれる？早く食べてください。あ、時間、あ、やばい。それは琉球の流れ。タラララーじゃないのよ。しかもこれジラッパ乗るときさ、一船全員盛り上げるんだけどさ、あれな、立ち入り禁止区域に入ってくね、あの船って。そしたら、赤ってそっちは赤って書いてるって書いて、そしたらみんなキラ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 全員楽しませて乗ってんの。もはやクルーあれが一番楽しいね。いい加減にして。あのワンコそばの時も時間制限みたいな。時間、時間、それは有給の食べなさい。時間がないからね。時間時間がないからね。じゃないで。めっちゃ目バキバキになってた。めっちゃおもろい。あと1分30秒。あ、食べ終わる。イエーイ。いや、終わってないよ。違う違う違う。まだありますよ。5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤー。行くか。合わせてないのに。合わせてないのに。お帰り一緒すぎて。違う違う。はい、検証結果。ジェシカさん、たこ焼き無限説失敗。あのね。言い訳は聞きません。ほら、魔物が出てこようとしてる。あんたらが押さえつけるから。押さえつけるから、魔物が。悔しくはないかも。悔しくはない。だってほんまに食べれんもん。ということで、ジェシカチャレンジしてほしいなって思った人はチャンネル登録、高評価、うん、そう、先生、そう、ほら、よろしくお願いします。せーの、またコメントって言ってました。彼女はなんで、彼女のことをコメントでいっぱい褒めてあげてください。お願いします。あー、もう食べられへん。朝から100個って何。あ、アンパンマンぐらい超えたくアンパンマン、アンパンマン、アンパンマンや。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してって、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。